ちゃんとね、この木のこう皮のところまでもね、細かく捉えることができてるんじゃないのかなと思います。のりです。今日はね、この前、テクニカラーっていう会社のシネスタイルっていうピクチャープロファイルを俺のキャノン ATD にインストールしたんですけど、外で実際に、どれぐらい効果があるのかっていうのを検証したいと思います。シネスタイルって何っていう人はぜひそっちの動画も見てください。このチャンネルに初めて来てくれたあなた、ありがとうございます。このチャンネルでは動画撮影や動画編集など動画制作に関すること、それから写真に関することをここカナダからシェアしてます。スマホでもカメラでも全然大丈夫。動画制作とか写真に興味がある人、ぜひチャンネル登録して一緒に動画写真のスキルを上げていきましょう。じゃあね、早速まずはここはね、オタワのダウンタウンのね、ちょっと南の方にあるダウズレイクっていう、もう俺がお気に入りのしょっちゅう来てるとこなんですけど、ここ本当ね、観光スポットです。5月、6月ぐらいにはチューリップ祭りをやってるんですよ。で、結構ね、観光客は来るんですね。まあ今ちょっとね、コロナの影響でね、なかなかそういうふうにこう観光とか旅行とかできないと思うんで、まあ代わりにじゃあ逆に俺がオタワをみんなに見せようと思って、それでね、こうやって今日は外で観光スポットをちょっといくつか回りながら、実際にこのシネスタイルの、パワーを、力をね、皆さんと検証したいと思います。ここちょっといい例だなと思ったのが、例えばね、この背景の木のところあるじゃないですか。ここって結構ね、もう暗い影になってるんですよ。でもこの木の幹のところにはね、結構なんだろう、こう木がこう巻いてるような感じのね、すごい面白い木の育ち方してるんですけど、そういうところを暗い部分だけどちゃんと撮ることができる。これはもうログ撮影のメリットなので、これこそシネスタイルの本領発揮かなと思うんですよ。で、その背景が明るいでしょう。明るいところと暗いところの差がすごいはっきりしてるんですよね。こういう時こそシネスタイルです。もう少し木の近くに行ってピクチャープロファイルをオートってね、最初頼りがちなんですよね。でもオートじゃどうなのかなっていうのも検証したいと思うんで、あえてオート、そしてスタンダード。キャノンってね、すごいいいカラープロファイルを持ってるんですけど、キャノンらしさっていうね、いい感じのカラープロファイルなんですけども、それとの比較。そして、ニュートラルっていうのはもうちょっとこうフラットな感じで、後でカラーグレーディングがしやすくなるようなピクチャープロファイルですね。そして、この前インストールしたシネスタイル。この4つで撮影して、実際に比較をしてみたいと思います。行ってみましょう。この木とかちょっといい感じだと思うけども、でもね、ちょっとね、曇ってきたんですよね。これいい感じの比較できるかな。ちょっとまあとりあえずやってみましょう。さあ、また晴れ間も出てきたんでね、いい感じのこれで比較ができるかなと思います。今ピクチャープロファイルはオートで撮影してます。このね、木の影のところ、影になってるところにね、ちょっと注目してほしいんですよね。奥は晴れなんで、ちょっとやっぱ明るいんですよね。すごい明るい、もう白飛びに近い感じになってると思うんですよ。で、この木の影のところは、ちょっと黒つぶれにも近い感じになってるんじゃないのかな。これね、カメラには結構しんどいシチュエーションなんですよね。この明るいとこと暗いところの差がはっきりしすぎてるっていうね。これがオートで撮影した例です。そしてこれがスタンダード。キャノンのスタンダード。キャノンらしい色使いのピクチャープロファイルです。これもね、やっぱりちょっとしんどいですよね。明るいとこと暗いところの差が激しいのがね。暗いところどうですか？結構これ黒つぶれしてないかな？これがキャノンのピクチャープロファイル、スタンダードで撮影した映像です。さあ、そしてこれがニュートラルですね。ニュートラルなんで、下手にね、こうコントラスト上げたりとかもないので、後でカラーグレーディングはしやすい。まあ、特にログをインストールしてなかったら、一番これが後からカラーグレーディングとかね、カラーコレクションがしやすいピクチャープロファイルだと思います。でもこれでもどうですかね？結構影の部分が潰れてる感じに見えるけど、
どうでしょう。これがキャノンのピクチャープロファイルニュートラルでの映像です。さあ、そしてこれがいよいよテクニカラーのシネスタイルログ撮影ですね。まあログ撮影というかログに近いって言わないとね、誰か突っ込む人いそうだもんね。まあでもログだと思ってください。ログ撮影した映像になります。暗い部分の影の部分どうですかね。結構今この画面で見る限りではいい感じにね、ディテールも録画できてるんじゃないのかなと思います。そして奥の日向の部分もそれなりにね、ちゃんと白飛びちょっとしてるところもあるかもしれないけど、まだいい感じに撮れてる方じゃないのかなと思います。これがテクニカラーのシネスタイルを使って撮影したログに近い、まあ、ログ撮影の映像です。どうですかね、もうこれだけでも十分いい検証ができたような気もするけど、まあ、せっかくなんでね、他のちょっと観光スポットも行ってみましょう。少しダウンタウンの方に登っていきましょうかね。ケネディアングース、カナディアングースですね。オタワはね、本当このバイクレーンがあちこちにあるんで、もしね、もうコロナが落ち着いてカナダにもね、オタワにも来れるようになったら、ぜひね、自転車をレンタルしてバイクレーンでね、あちこちオタワを探索してみてください。めっちゃいい感じですよ。水草を取る専用の船です。また曇ってきた。せっかくなんでね、この移動中にも、今はオートで撮ってます。そしてこれがスタンダードですね。そしてこれがニュートラルで撮ってます。そしてこれがシネスタイル。もうモニターでね、見るからにもう明らかにこう暗いところのね、ディテールがちゃんと撮れてるんじゃないのかなと思います。どうすか。これがオートです。そしてこれがスタンダードです。そしてこれがニュートラルです。そしてシネスタイル。さあ、ダウンタウンに来たんですけど、あとは最後にね、パーラメントヒル、やっぱりオタワって言ったらパーラメントヒル、国会議事堂ですね。そこがすごい有名なんで、そこで最後締めくくりましょう。さあ、パーラメントヒル、国会議事堂に来たんですけど、工事中なんですよね。これがね、10年ぐらい工事するらしいんですよ。もうほんと大改装中です。なのであんま撮れるところはないのですけども、ちょうどね、そこにこう火をね、ずっと灯してるんですよ、ガスで。で、それを撮りながら背景にこのパーラメントヒルを入れて、まあ、空はちょっと明るいんでね、そこで暗いところと明るいところをね、どれぐらいこう情報を撮れるのかっていうのを試してみたいと思います。まずこれがピクチャープロファイルがオートで今撮ってます。どうですかね。結構オートでもいい感じに撮れてるように見えるけどな。そしてこれがキャノンのスタンダードで撮ってます。さっきよりやっぱりなんかちょっと色が鮮やかになってる風に見えるな、モニターで見ると。どうでしょう。そしてこれがニュートラルで撮ってます。どうですかね、ニュートラル。そしてこれがシネスタイルですね。ちょっとここ建物いい感じに撮れそうなんで、ここでちょっと検証してみましょう。まずこれがオートです。そしてこれがスタンダードです。そしてこれがニュートラルですね。そしてこれがシネスタイルです。さあ、どうですかね。あとは実際に、Mac でプレミアでカラーコレクションして、カラーグレーディングして、そして違いを見てみましょう。ちなみにどうですか、最近ね、ちょっとバックグラウンドのね、照明を変えてみたんですよ。
まあカメラも iPhone から ATD に戻ったんでね、ちょうどいいタイミングかなと思って。よかったらコメントでね、前のバックグラウンドがいいか、今のバックグラウンドがいいか教えてください。じゃあまず早速この公園の木なんですけど、こうやって見るとね、ちょっとびっくりだったのが、ニュートラルとスタンダードの違いがほとんどね、変わんないなと思って、これは正直びっくりでしたね。で、オートはね、少し緑がやっぱり弱いのかなっていう気がするんですよね。まあ緑が弱いっていうか、ニュートラルとスタンダードがもうちょっと色味が鮮やかになるようなピクチャープロファイルにしてあるのかなと思って。シネスタイルはやっぱりもうログ撮影ですよね。ログそのままなんで、色味はちょっと薄い感じなんですけど、奥の日向の部分はね、他のオート、ニュートラル、スタンダードに比べると、やっぱりね、ちゃんとこうディテールを捉えてるかなと思います。でも一番わかりやすいのはこの木の根っこの部分ですね。もう明らかにね、黒つぶれがオート、ニュートラル、スタンダード、この3つではもうちょっと黒つぶれし始めてますけど、シネスタイルに関しては、ちゃんとね、この木のこう皮のところまでもね、細かく捉えることができてるんじゃないのかなと思います。そしてカラーコレクティングとカラーグレーディングをするとこんな風になります。もうほんとね、これね、即興でしたんでね、そんな時間をかけてないんで、細かいツッコミはなしにしてくださいね。どれぐらい変わるかっていうイメージで見てください。やっぱりね、シネスタイルの方が暗い部分は暗い部分で、こう木の皮の部分のこうディテールも再現しつつ、そして日向の部分も他のニュートラル、スタンダード、オートに比べたら緑の色味もね、ちゃんと再現できつつ、そして白飛びしすぎないような感じで捉えることができてるんじゃないのかなと思います。で、次行ってみましょう。パーラメントヒルですね。これもやっぱりね、ニュートラルとスタンダードがあんまり違いがね、そこまで出てないかなと思うんですよね。まあ、強いて言うなら、ニュートラルの方がちょっと水色、青系の色が少し薄いかなと。緑もそうですね。やっぱ色味が少しスタンダードの方がちょっと色味をこうきつくっていうかね、してるんじゃないのかなと思うんですよね。そしてシネスタイルはやっぱりログだけあってね、薄い感じなんですけども、でも建物のこう窓とかね、影になっているところ、こういうところもね、ちゃんと情報として録画、記録することができてるんじゃないのかなと思います。あとは空、雲のとこですよね。雲が出てるところと出てないところ。ここの差もはっきり捉えることができてるんじゃないのかなと思います。これにカラーコレクティング、カラーグレーディングをすると、こんな感じ。こうやって比較してみると、オートってなんか色味がいまいちね、なんか再現できてないのかなと思います。スタンダードの方がやっぱ色味がいいですよね。この2つの比較だったら。そしてニュートラルはカラーコレクティング、カラーグレーディングしたんですけど、シネスタイルのね、ログに比べるとやっぱりちょっと難しいんですよね。やりすぎると、ちょっとこう、暗くなりすぎる。で、暗いところを明るくしようとすると、逆に他のところに影響が出て、ちょっと白飛びしたような感じになっちゃう。このバランスが少し難しいなって感じました。でもね、やっぱシネスタイルはさすがログ。調整範囲が広いって言った方がいいのかな。自分の好みの色の感じを乗せやすい。それがやっぱりシネスタイル、ログのいいところだなと思います。そして最後にこの建物なんですけども、やっぱりそうですね、オートは色味があんま鮮やかじゃないですね。で、ニュートラルとスタンダードに関しては、あんまり変わらない感じはあるんですけど、やっぱりスタンダードの方がちょっと色味をこうブーストさせてる感じですよね。シネスタイルはもちろん薄いです。このままじゃダメですよ。そしてこれにカラーコレクティング、カラーグレーディングをすると、こうやって比べるとね、これカラーグレーディングしながら思ったんですけど、実際に目で見た色味、これを一番近く再現できたのは、なんだかんだやっぱりシネスタイルのログなんですよ。スタンダードとニュートラル。ニュートラルに関してはこれカラーグレーディングしたんですけども、ちょっとね、色がこう黄色みの色の方が少し強くなるなと思ったんですよね。で、逆にこの黄色みを抑えようとすると今度青が強くなりすぎる。ちょっとね、このバランスが難しいなって感じました。スタンダードもね、ちょっと黄色みの方が少し強い感じがしますよね。このビルこんなに黄色じゃないんですよ。
色味から言うとこのシネスタイルの色、これが一番近い色です。そして空の青は青ももう少しね鮮やかに再現できた方かなと思います。もうちょっと時間かけたらいいカラーコレクティング、カラーグレーディングもできるかなと思うんですけど、まあ比較としてはこれで OK かなと思って、それでみんなにシェアしました。どうですか皆さん、よかったらねちょっとコメントで教えてください。動画にコメントくれてる皆さん、本当ありがとうございます。 Thank you so so much. I really appreciate it. I don't think I use English today. Sometimes I use English, sometimes not. That's my channel. スマホで作る PR 動画、マッサージサロン撮影編という動画にコメントをくれた石田祐介さんで読み方合ってますかね。石田さん、ありがとうございます。いつも参考にさせていただいております。おー、いいですね。ありがとうございます。のりさん自身も、のりさんの撮った動画もかっこいいなと思ってたら、おー、ありがとうございます。いやー、照れるな。こちらの動画がめちゃくちゃ近所だったので、思わずコメントしてしまいました。そうなんですね。あの辺なんですね。めちゃくちゃいいとこですよね。もうほんと、もう目の前のね、福間海岸とかも大好きです。これからも素敵な動画楽しみにしています。ありがとうございます。楽しみにしててください。ほんと。いやーでもなんか、近所って聞くとなんか嬉しいですよね。なんか親近感湧きますね。ありがとうございます。さあどうでした？今日はシネスタイルをインストールした後に実際に検証してみました。俺は入れた回あったなと思います。やっぱりね、カラーコレクティング、カラーグレーディング、これをするのは前提だけども、どっちみち俺やってたんでね。で、やってる人からすると調整の範囲がもうすごい幅が広がるんで、入れる価値はあると思います。無料だしね。インストールの仕方がわからない人はね、ぜひ動画でチェックしてくださいね。今日の動画みたいに動画制作に関すること、それから毎週日曜日に配信してる YouTube に関すること、それぞれプレイリストにまとめてるんで、他の動画もよかったら見ていってください。そして毎週土曜夜9時にはライブ配信もやってます。ライブでしかね、話せないようなことなんかも話せたらいいなと思ってます。もしね、時間がある人はよかったら遊びに来てください。I hope you guys enjoyed this video and see you in the next one. Peace out!